四代目立花屋仙立花は、カラふと生まれの高知県育ちの落語家。本名は、タイとしたか。立花オフィス所属、情報落語協会顧問。三つ組立花は、立花家の縄文である。カラふとの生まれで戦後間もなく、高知県に引き上げた。名古屋市立菊里高等学校定時制卒業。高校時代に園芸を知り。 大津演芸場に通うようになり1966年6月1日、二代目路のゴロベ衛に入門、桂ツ丸を名乗る。1967年に梅田花月が初舞台。1968年、滋賀二代目、つゆのゴロを襲名したことに伴い、手号を、どのに改める。1993年、四代目立花屋線、立花を襲名し、 1951年に二代目、立花屋花立花が死去して以来、髪型では途絶していた、帝号、立花屋を復活させた。立花家は、従来三遊派に属する、色物芸人の帝王とされていたため、襲名に際しては八代目立花屋炎蔵の許諾を得ており、2015年現在炎蔵一門の、分家扱いになっている。また同時に、 大阪に和歌の演者としては、四代目大阪屋町人を襲名した。デビュー当時は、名古屋のまりがひどかったが克服している。音曲、舞踊にも通じ、絹や龍長歌、松本龍五天舞を長く続けている。年に一度、10月にはホハホールにて、独演会開催。他にも、講演会や土砂ブ寄せも開催。最近の講座では、特に芝居話に力を入れている。 ありがとうございます。